命のある限り君は Dream of Love 守り続けてゆく聞こえる過去の衝撃愛の戦士たち立ち上がれ一つになれ Get right 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わる些細バトル Love is key未来を信じてていつも Dream of Love 君は輝いてくいつだって Beast of Love宇宙のどこかで今日もサイバトロンの自由と平和のための戦いが行われていた。昔からつるむのは嫌いでね。ワンマンツアーミー伝説の戦士ビッグコンボイビッグキャノンゴービッグコンボイ出撃せよ。シグマから指令だ。ビッグコンボイ、サイバトロンキャンプに出頭せよ。サイバトロンキャンプに出頭せよ。ん？おせっかいな奴らだ。ここはサイバトロンキャンプ。宇宙の各地で活躍するサイバトロンたちが補給のために集う秘密基地である。ずいぶん乱暴な方法で呼び出すんだな。ビッグコンボイ、君に新しい任務だ。新兵の教育係をやってもらいたい。教育なんて俺の仕事じゃない。人を教えるなんて柄でもない。待て、これは頼んでいるのではない。セイバートロン製の神たるコンピューター、ベクターシグマが君を選抜したのだ。ベクターシグマが？格納庫に準備された訓練用の宇宙船ガンホーには、すでにビースト能力をスキャニングされた5人の新兵たちが集められていた。ブレイク変身！へへへ、俺はブレイクだ。姿
姿はペンギンだが心はギンギンに燃えてるぜ。あじあじちゃ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 。そこでおどおどしているお前はなんてんだ。僕ですか。スタンピー変身。僕スタンピー、おどおどなんてしてないです。ただちょっと人見知りなだけで。こらだ変身。俺はコラーだ。先に言っとくけどな、仲良しごっこはうんざり。おめえらと協力するなんてごめんだぜ。ロングラック変身。好きにするがいい。しかし下品な言葉遣いはやめるんだ。お、あんだと。うん、待った待った待った、ハイラット変身。これから長い付き合いになる、仲良くしようよ。ところでさ、一体誰が俺たちの教官になるか知ってるかい。さあ、そいつが俺たちの教官にふさわしいかどうか試してやんねえか。仕掛けるのか、面白い。そんなことして大丈夫なんですか。ちょっと実力を試させてもらうだけさ。そんなことを。だけどよ、実力のない教官だったらどうする。確かめる必要があるかもしれないな。バチバチ燃えてきたぜ。みんな初日から遅刻か。やったぜ。教官殿、俺たち新兵、教官殿の実力を試させてもらったであります。よし、スタンピー、いいだろ。イエスさ。実力試したらどうだ。このブリッジの中でそんなもの撃つ気か。言われなくても分かってない。みんな行くぜ。ここまでか。ごめんなさい。すみませんでありました。諸君の歓迎に感謝する。しかしお遊びの時間はここまでにしてもらおう。はい、教官殿。呼び名はビッグコンボイでいい。決して誰ともつるむことのねえ。たった一人で勝利不可能と言われた戦場を勝利に導いてきた。ワンマンズアーミー、伝説の戦士、ビッグコンボイ。面白そうな訓練になりそうじゃないですか。オープンゲート、オープンゲート、ビッグコンボイスペースシップゴー。いよいよ訓練宇宙船ガンホーによる訓練航海が始まった。訓練は銀河辺境の惑星ガイアで行われることになった。ビッグコンボイは数年前、この星でライオコンボイ部隊が行方不明になり、巨大な爆発が観測されたことを告げた。我々の使命は惑星ガイアで起こった事件を調べることだ。それって訓練じゃなくて本番じゃないですか。実戦に勝る訓練はない。たく冗談じゃないぜ、いきなり実戦だなんてよ。先が思いやられるぜ。頑張ろう。それだけ我々が期待されてるってことだ。張り切りすぎも危ないんだな。各自配置につけ。イエスサー。航行速度ワープスピード、目標惑星ガイア。ワープ準備完了、目標惑星ガイアセット。発進。席に戻れ。はい。
ナビ、状況分析せよ。惑星ガイア近くの宇宙空間に到着しました。しかし、この辺りには小惑星帯なんてなかったはずです。ここから先は戦場だ。訓練だと思うな。いつでも実戦だと思って行動せよ。私はガンホーにとどまり指揮を取る。ロングラック、君を副官に命じる。地上での指揮を取れ。イエスサー。よし、みんな行くぞ。僕に続け。なんであんなやつが副官なんだよ。地上ではロングラックの指揮に従え。はいはいさー。オープンゲート、オープンゲート、カタパルト着陸準備。奴らを見逃すなよ。イエスサー。その頃、惑星ガイアにはサイバトロンたちを待ち受ける怪しい者たちの姿があった。残らずぶっ潰せ。ラザマグマトロン様、ガイルダート変身。セイバーバック変身。スリング変身。デッドエンド変身。イヤホー天守だろ。なんだこりゃ。訓練しちゃマジすぎるぜ。どうするロングラック。わかりっこないよ。確実考えるように。みんなどこ行っちゃったの。ビーストバーナー。なんだよなんだよ、みんなどこ行っちゃったんだよ。はあはあ、かわいいウサギちゃん捕まえちゃったぜ。頭からかじってやるかな。スリング、勝手な真似はするんじゃないぞ。大事な人質だからな。サイバトロン、全滅させてやる。
逃げるな。仲間を置いて逃げる奴は俺が倒す。ビッグコンボイ、久しぶりだな。みんな、ごめん。生きていたのか、マグマトロン。私の生徒を話せ。新兵の教育係とは、一匹狼も地に落ちたな。なんだと？食らいやがれ！やめろ。地上での行動は、副官のロングラックに従え。草むらには、デストロンの仲間が潜んでいる。みんなでかからなきゃダメだ。一人のために全員が犠牲になることはねえだろ。やるしかない。30秒だけなら奴らのいる場所の時間を止められるんだけどな。突撃スタンピーを救い出すんだ。そうこなくっちゃ。しょうがねえな。また走らなくちゃいけないの。一人残らずぶっ潰してやる。タイムフリーズ。時間がない。予定より早すぎた。何起こった？魔法か？魔法を使ったのか？くそ、意外にやるな。逃がすか。ハイナット、伏せろ。マグマロケット、我がマグマロケットの力、見たか。要塞性での恨み、ここで晴らす。残念だな。何？ビッグキャノン、ゴー！マグマトロン様、ディナビ、転送だ。ラージャ。俺を忘れるなって。まったくもう。一体何がどうなったの？てめえが臆病者だから、みんな迷惑したんだろ。ごめんなさい。攻撃された瞬間、みんな臆病者だった。死ぬのが怖いのは当たり前だ。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。一人はみんなのために、みんなは一人のために。忘れるな。えつまらないことを言ってしまった。これは何者かがサイバタロンの信号を送っている。マトリクスへの信号を頼りに、ビッグコンボイたちは宇宙船の記録用の部品、ブラックボックスを見つけたのだった。ライオコンボイ、我々はアンゴルモアエネルギーを悪用しようとするガルバトロンと戦った。しかしガルバトロンは人工惑星ネメシスを使い、アンゴルモアエネルギーを回収してしまった。我々は何とか人工惑星ネメシスを破壊することに成功したが、カプセルに入れたアンゴルモアエネルギーはネメシス爆発とともに宇宙に飛び散ってしまった。アンゴルモアエネルギーは宇宙を滅ぼす力をも持つかもしれない未知のエネルギーだ。サイバトロンのみんなの力でカプセルを回収してくれ。
宇宙に散ったアンゴルモアカプセルを探し出し回収する。イエスサビッグコンボイ、アンゴルモアカプセルは我々デストロンのものだ。ニヒルに決めた俺が舞台で最初の手柄を立ててやるぜ。私はロングラック、いわば舞台のクラスイン。私を差し置いてそんなこと許しません。うるせえ、先に行くぜ。来週の予告もせずに勝手な行動を、うん、お前やっとけ。うん、もう超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第2話謎のカプセルを追え。待ちなさいコラーダー。